葉のいろいろ一問一答。今回は高校入試によく出る漢字の書き取り問題50問を集めてみました。傍線部のひらがなを漢字で書いていってください。入試によく出る漢字なので、今回の50問は高校受験の日までに完全にマスターしてみてくださいね。能力を発揮するの発揮。答え、容易に想像できるの容易。答え、対象商品を買うの対象。答え、対照的な姉妹の対象。答え、複雑な心境の複雑。答え、制作過程を見せるの過程。答え、政治に関心を持つの関心。答え、興奮が伝わるの興奮。答え、また機会があればぜひの機会。答え、プロの領域に入るの領域。答え、意外な展開になるの展開。答え、猫の額ほどの広さの額。答え、操作方法を調べるの操作。答え、謎の風潮があるの風潮。答え、血管が拡張するの拡張。答え、質問の意図がわからないの意図。答え、大前提としての前提。答え、新作を想像していくの想像。答え、名前の由来の由来。答え、綿密な計画の綿密。答え、知識を行動に反映させるの反映。答え、簡単な問題の簡単。答え、貴重な時間
の基調。答え。態度を非難されるの非難。答え。地震の規模を表すの規模。答え。負担を軽減するの負担。答え。会社の業績の業績。答え。洗練されたデザインの洗練。答え。実家に帰省するの帰省。答え。清潔な服を着るの清潔。答え。種類が豊富にあるの豊富。答え。緊急事態宣言の事態。答え。期待以上の活躍の期待。答え。シャワーを浴びるの浴びる。答え。心に刻むの刻む。答え。お客様を招くの招く。答え。農業を営むの営む。答え。お経を唱えるの唱える。答え。ゴミを拾うの拾う。答え。厳しい戦いになるの厳しい。答え。家族を支えるの支える。答え。お金を預けるの預ける。答え。畑を耕すの耕す。答え。災害に備えるの備える。答え。不足を補うの補う。答え。良い方向へ導くの導く。
答え。険しい山道の険しい。答え。マフラーを編むの編む。答え。信頼関係を築くの築く。答え。判断を委ねるの委ねる。答え。お疲れ様でした。今回は中学校で習う漢字の中で高校入試によく出る漢字の書き取り問題50問でした。この50問以外の漢字も動画を作っているので、そちらも合わせてやると高校受験までに書き取りの問題をマスターできるようになっています。次は読み取り問題でよく出る漢字の50問の動画も勉強してみてくださいね。このチャンネルではあらゆる情報をシンプルに楽しく学べるように一問一答形式で作っています。よければチャンネル登録と高評価で応援いただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。エヴァのいろいろ一問一答でした。